ドジャースの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、カラパドレスとの地区シリーズに臨む。4日、同5日、日本拠地ドジャースタジアム内で前日会見。メジャー7年目で初のポストシーズンへ向け初めてなので、WBC とは違う。第1打席を大事に入りたいと気を引き締めた。また、初の大舞台での緊張を聞かれた際は、ノー。 と通訳を介さず英語で回答し、笑いが起きる場面もあった。大谷は54本塁打130打点でリーグ2冠を獲得。日本人シーズン最多となる59盗塁を決め、前人未到の54本塁打 &59 盗塁54から59、の回記録をマークした。昨年9月に受けた右肘手術のリハビリは順調そのものだが、 ブランドン・ゴームス GM は我々はポストシーズンで投げるとは思っていないと明らかにしている。エンゼルス時代は縁がなかったポストシーズンの大舞台には打者に専念する。自身が待ち望んだ大舞台、米記者から初のポストシーズンで緊張しているかと聞かれると、通訳のウィル・アイアトン氏を通さず、ノー、ないですね、と即答。会見場には笑いが起きた。大谷は、 小さい頃からプレイしたいと思っていた。楽しみの方が大きいですかねと緊張はないと強調した。一方で、ドジャースが優勝した時も見ていた。手術明けで病室で見ていたのも覚えています。悔しい思いの方が強いと、過去6年間出場できなかったポストシーズンへの悔しさも口にした。地区シリーズの相手は同じナリーグ西地区のパドレス。 レギュラーシーズンの対戦成績は5勝8敗と負け越している。ここまで来るとシーズンの成績、数字は意味がない。自分の調子を維持することを気持ちを切らさずに過ごしていきたいと話している。6日、どうなのか、の第2戦ではダルビッシュ有投手と対戦する。激しいバトルとなりそうだ。